じゃあ、あれです。とりあえず、はい、桂秀光と申します。はい、本日はお忙しいところ、わざわざこの茅ヶ崎の、小和田地区コミュニティセンターまでお越しくださいましてありがとうございます。2回目になりますけれども、私の、茅ヶ崎市長選挙、立候補表明記者会見を行いたいと思います。で、今日今お配りしましたようにですね、なんでやりたいのかということですけれども、まずですね、1番目、市長の給料とか市議の年俸ですね、こういったものが非常に高いわけですね。で、例えば名古屋市の人口って、茅ヶ崎の10倍ぐらいあるわけですけども、だけど、230万人ぐらい、茅ヶ崎23万人ですけど、でだけど、市長の給料は、ね、名古屋は800万ですね、年俸ですね。で茅ヶ崎は1400万ぐらいですかね、500万ぐらいですか、それぐらいの金額でして、で、小池都知事よりも少なくともコロナ前は高かったですよね。そういう状態ですし、茅ヶ崎の市議っていうのが名古屋の市長と同じ年俸なわけでして、どう考えてもなんかおかしいんじゃないかと思っておりまして、で あとですね、茅ヶ崎の例えば市民課の課長の年俸と、それから例えば外務省の北米課長の年俸を比べると、普通考えたら北米課長の方が高そうですけど、逆転してて茅ヶ崎の市民課長の年俸の方が高いという、これもおかしな話ですけど、そういうふうになってるわけです。でそれをですね、私が当選しましたら、4年かけていきなり下げるとですね、いろいろトラブルが起こると思うんですね。いろんなそれで4年かけて、半分にしようと思ってます。また特別職はですね、だから市長の給料は4年後には半額にすると、で市議の年俸も半額以下にするというふうにさせていきたいと思います。それから、市の職員の給料は少なくとも国家公務員並み、これだったら文句出ないと思うんですね。で例えば辻堂駅の近くに法務局がありますけれども、あそこの、ね、国家公務員と例えば茅ヶ崎の市の職員の、年俸とですね、同じだったら文句ないはずなのに、高いわけですから今ね。ですからそういうことで引き下げていきたいと思います。でそれによって、固定資産税とか住民税を下げたいと思います。で特に茅ヶ崎の固定資産税ってのは非常に高くてですね、で どこで分かるかというと、茅ヶ崎と藤沢の境に湘南ライフタウンというところがあるわけですね。であそこは入り組んでるんですが、でこれがびっくりするのは、隣同士ですね、ほとんど隣同士なのに、同じほとんど同じぐらいの敷地なのに、でどう見ても同じような建物なのに、これが茅ヶ崎側の方がずっと固定資産税が高いという話です。でこういうのを何とかしていきたいなと思います。それから 2つ目ですけど、別に配ってあります裁判傍聴のお誘いっていうやつのところに訴状の写しも入れましたけれども、外部委託してるんですね、茅ヶ崎の、屋内温水プールという。でここなんか対応がひどいですね、はっきり言ってね。でこういう外部委託事業ってのは他にもいろいろやってるようですけれども、これ全部廃止して、で市が運営するよう、市の職員が運営するようにしたいと思ってます。でその代わりですね、3番目になりますけれども、市の職員 の給料はもちろん下がります。もちろん人件費っていうのは限りがありますから、それをですね徐々に下げていって、でいきなり非正規の職員をなくすんじゃなくて、徐々に入れ替えていくと、正規の職員にしていくと、で非正規はなくすと、そういう方針でいきたいと思います。で非正規の職員を増やすということは、例えば、住宅ローンとかが組めない、雇用者を増やしているようなもんですから、結局景気という点で言うと、景気とか経済対策という点で言えば、長期的に見たらですね、もしくは年金でもそうですよね、長期的に見たら良くないと、ね、いい効果は生まれないわけで、ですから、もう安くても、ね、仮に年俸が、ね、安くても例えば市役所に勤めてますと、正規に勤めてますといえばですね、簡単に、ね、住宅ローンなんて組めるわけですから、そういうふうにこうして、それが経済対策じゃないかなと私は思っておりますので、市の正規雇用の職員の月給は下がりますけれども、しかしながら、非正規はなくしていくという方針でいきたいと思います。4番目は家庭ごみの有料化ですけれども、今年2022年の4月に行われましたけれども、これが結局例えばコロナでみんな困ってて経済対策やってるのにですね、茅ヶ崎市内の、ね、佐藤光市長は何考えてるかっていうと、ね、そんなこと関係なく、ね、家庭ごみを有料化すると、ね、これは頭おかしいんじゃないかと思いますね。ですから私は無料化した方がいいと思います。で無料化して、でかつですね、ゴミの資源
利用、再利用とか資源化とかですね、そういった方に、つまりゴミから金が儲かるということをですね、考えていきたいと思います。で、なんでそんなことを言うかというとですね、私は今インドとかですね、出入りしてるんですけれども、日本で捨ててるような携帯電話とかですね、それから日本で捨ててるような古いパソコンというのがございますけれども、これですね、インドに持っていくと売れます。で、だんだん分かったのは、つまり日本は人件費が高いので、ね、例えばですね、どんなに安くてもですよ、パソコン修理するったら時給1000円は払うでしょうし、ね、で例えばパソコン、時給1000円で、ね、週、ね、8時間、1日8時間、週5日間働くと、ね、それだけで4万円になるわけですよね。で、じゃあその4万円で、4週間、1ヶ月4週間として、そうすると、16万円ですね、月給はね、どんなに安くてもですね、今の日本で考えたらね。それじゃ多分パソコンの修理やってくれないと思いますけれども、でもね、インドって今言ったように大卒の初任給が1万円もしない国です、ね、ですからそういう国に持っていくと、日本では結局時給が高いから直せないんですけど、インドを持っていくと直せるわけですよね、結局ね。だからみんなその日本のゴミみたいなものを持っていっても向こうで買い取ってくれるわけですね。そういうことで、いくらでもね、有料化できる、なんていうかな、こう資源化できると思うんですけれども、ただそれがね、そういう、視点がないですよね。はい。次、5番目ですけれども、私はね、ここに、この訴状にも書いてありますけれども、私のね、母が2010年頃にですね、なんていうんですか、ふくらはぎがですね、痛くなってですね、もう耐えられないほどですね、痛くなったわけですね。それで茅ヶ崎の私立病院に行ったわけですね。そしたらですね、そこに書いてありますけど、岡崎というですね、皮膚科の医者が、ね、お母様はもう治りません、ね、諦めてくださいっていうわけですよ。でね、私医学部に勤めてるような友達もいるんでね、それにこう、そういうふうに言われたよって言ったら、いや、東京医科歯科大学のね、先生に行けばね、治るって、この先生だ言われてね、行ったんですよね、母を連れて。そしたらその先生が、お母様はね、好酸急性筋膜炎という10万人に1人しかいない症状で、でね、なんか写真撮らせてくださいとか、それから何て言うんですか、見物っていうのは見学っていうんですか、研修っていうんですか、こういうのはめったにない症例なので、人を連れてきてみんなに見せていいですねとか言われて、それでそのあれをしたんですね。治療が始まったんです。で、それ12月でしたけども、で、1ヶ月もすれば治りますよって言ったら本当に治りましたね。で、そういうふうにですね、茅ヶ崎市内ではもう治んないと。で、とは母はもう東京医科歯科大に行ったら1ヶ月で治ったわけですよ、大体ね、入院しましたけど。で、しかもですね、そういうふうにある意味医学の役にも立ったわけですね、めったにこうないということで。で、そういうふうにですね、それからですから結局もしね、茅ヶ崎の私立病院にそのまま通っていたら治らないから、ずっと対症療法で、痛み止めとかなんかをこうもらって、それでそのずっと医療費がかかったわけですけど、母はですね、もう2ヶ月ぐらい経ったら、入院から2ヶ月ぐらい経ったら、もう完全に治っちゃってですね、もう病院なんか行かないと、治ったと言って通院もしなくなったわけですね。で、ということはですね、ちゃんとした医者がいるってことは、だ医療費削減につながるわけですね、実際ね。で、そういうこととかですね、それからあと旭川医科大学というのが、単科大学で国立でありますけども、年間の予算が非常に大雑把に言うと400億円です。で、茅ヶ崎の私立病院っていうのは、大体200億円なんですね、かかってるお金がですね。で、そうすると、じゃあ、倍出せばですね、医科大学作れるわけですよ。ね、で、しかもですね、この、いいことに、その公立の医科大学っていうか、公立の大学作るとですね、国が半分補助金くれるっていうことになってるんですね。ですから、400億円かかっても、半分の200億円は国の補助金で賄えますから、茅ヶ崎市の負担はほとんど変わらなくて、医学部が運営できると。で、なぜそうかというと、医学部の大学の先生っていうのは、医者の給料をもらってないんです。普通の、例えば文学部の先生と同じような、その普通の大学の先生の給料をもらってるわけです。ですから、人件費も安くなると。だからいいことばっかりじゃないかなというふうに思っておるわけです。で、それから私はね、今ちょっと持病がありましてね、時々都内の医科大学の附属病院にね、ちょっと通院というか、たまに
通ってるんですけれども、でここでですね、まあ、処方箋が出るわけですよね。でこの処方箋を持ってですね、茅ヶ崎市内のそこら辺にありますよね、全国どこの医療機関でも、なんていうんですか、受け付けます。で持っていくんですよ、ね、そうすると何て言われるかというと、信じられないことに、あ、お客さん、この処方箋のこの薬はうちでは扱ってません、あんたこの看板に書いてあるだろう、ね、全国どこの処方箋でもって書いてあるじゃないですかって、いや、うち扱ってないんですって、じゃあ取れないんですかって、いや取れません、うちでやってませんって言って、そういう薬局ばっかりです、茅ヶ崎市内の薬局って。つまり茅ヶ崎市ってその都内の医科大学が、ね、投薬しているような薬は投薬してもらえない、そういう町なんですね。実はそのことは多分茅ヶ崎市の医療機関ばっかりかかってると気がつかないんですけど、ね、そうじゃないわけですね、実は。だからそういうふうにですね、やっぱり先端の医療をやっていくという、ね、受けられるっていうのはやっぱり医科大学の病院を作ることかなと私は思っております。それからあとですね、ついでに申しますと、じゃあね、そのまあ運営費は分かったと、400億円のうち200億円で今の私立病院と同じ、それは分かったけど、でもどうやって作るのかっていう話なんですけど、これはね、私アマチュア無線を通してですね、結構産油国の、まあ、金持ちとですね知り合いなんですね。でそういう国はね、やっぱね、自分の国でね、なかなかね医学部作れないんですよね。だからそういったところにね、働きかけをして、お宅からね、例えば毎年 何人か医学生を受け入れるから、だからね、設備代出してくださいって言ったらね、喜んで出してくれるんじゃないかと思うんですよ。だからそういうことをやって、そしてその医学部をね作っていきたいと思います。で、そうすると定員のね半分ぐらいをまあ、外国人で、定員の半分を日本人の、まあ、なるべく茅ヶ崎のとかこの神奈川県周辺とかね、そういう方に入っていただくと。で、その半分をじゃあ外国人にするっていうのはどういう意味があるかというと、私のように海外に活躍しているとですね、最大の問題点っていうのは日本語のできる医者ですよ。ね、でいろんなこと言ってもやっぱりね、海外行ってね、何が心細いって言っても具合悪い時に日本語のできる医者、これがまあ大事なわけですよ。ですからそのね、茅ヶ崎で公立の医科大学を作ることによってですね、そういうその日本語のできる医者、これをね養成して、でそれがまあ例えば年間50人しか養成できなくても、ね、10年で500人、ね、100年でね5000人になるわけですから、そしたらまあね、まあ、500人になったら結構世界中いろんなところ散らばるんじゃないかというふうに、ね、それもいいことかなと思っております。ですのでこれはぜひやりたいと。それから6番目ですが、皆さんご存知かどうかわからないですが、昔ですね、正木一作という市長がいたんですね。1960年代の後半から70年代の前半にかけてですけれども、でこの正木一作、これは正木太郎って今市議会議員がいますけど、千葉さんにこれ のお父様ですけどね。で彼っていうのはその、元の市長がですね、1960年代にの後半にこの相鉄泉の線の藤沢市の湘南台駅、あそこからその茅ヶ崎の方にね、この相鉄泉の線を延伸して平塚まで行くっていう、このね路線の、まあ、計画を作った人なんですね。でその時にだからまあ社も建設するようにやってたんですけど、ただ未だに建設されてないわけです。で私相鉄ホールディングつって相模鉄道相鉄のこのまあ、親会社の株主でもあるんで、相鉄ホールディングのね取締役にお尋ねしたわけですよ。なんであんたが工事しないのかと言ったら、このね都市鉄道と利便促進法という法律があるんですね。でこれを使えばね、使ってそれでそのお金を出してもらえばねいいんですって、だけど、ね、やってくんないんだって言ってます、相鉄の。まあ、やってはっきり言わないですよ、さすがにはっきりは言わないんですけど、まあ、案にだからこの都市鉄道等利便促進法を使えば、その何ていうの、相鉄もあんまりお金使わなくても、何ていうの、これ建設できるけど、地方公共団体の何ていうの、こう全面的な協力がないと、まあ、できないんだと、まあ、言ってるんですよ、案にね。はっきりは言わないですよ、はっきりは言わないけど、まあそれ普通の大人が聞けば、まあ、そういうふうに思います。ですから私はこの都市鉄道等利便促進法を使ってですね、この相鉄泉の線をぜひともですね、藤沢市の湘南台駅から茅ヶ崎市内まではですね、まあ、平塚のことは知らないですから、平塚は平塚でまたちょっと考えてもらってですね、で平塚の市長さんに考えてもらうんですけども、ね、まあ、少なくともですね、茅ヶ崎市内に関してはこれをまあ、ぜひ着工させたいと思います。で茅ヶ崎市内に水木っていう、湘南水木っていう住宅街が、まあ、
ありますけど、あそこは相鉄が、宅造した住宅街ですね。でそれはあそこに相鉄が通る予定だったので、なんていうのあれを、あそこの土地持ってたみたいなんですけど、でもなんか来ないから、あんまり来ないでこうあそこに住宅街だけできちゃったっていう、そういう経緯もあります。はい、それから7番目ですけど、これ結構ある一定年齢以上の方にとったら非常に深刻な問題で、介護保険の食事サービスってのがあるんですね。でこれって例えば東京都葛飾区の場合は50種類ぐらいのメニューから選べるんです。ですから生ものはないですね、さすがに生ものはないけど、それ以外のいろんなありますよね、例えば天ぷらだとかさ、ね、焼肉だとか、ね、そういういろんな揚げ物だとか、でそういうようなものが、葛飾区の場合は選べる。でも茅ヶ崎だと今なんか1種類しかないわけですね。そう、食いたくないものってありますからね、それがアレルギーで食えないとかね、でそういう人は困っちゃうわけですけども、でそれをね50種類というか、もう増やしていいんだったらもっとたくさん増やしてもいいんですけど、少なくともですねたくさんの種類から選べるようになって、食事が楽しくおいしいものを食えるということを、目指していきたいと思います。から8番目、これは本当に深刻な問題です。でこれはどういうことかというと、東海道線はこれ1880年頃に開通してるわけですね。100年以上、150年ぐらい経ってるわけですね、大体。150年経ってないですけど、170年経ってるわけです。で、この、今、東海道線のこの線路っていうのは、これ、当時と、つまり開通した当時と全く同じで、もうその、平面交差で、やってるところたくさんあるわけです。で、これからですね、起きない方がいいですけども、大地震とか、それから大きな津波が来た時ですね、当たり前ですけど、東海道線は止まります。でそれが踏切のところで止まってしまうとどうなるかというと、踏切が渡れないわけですね、海岸側から何ですか、東海道線の北側に行けなくなっちゃうわけですよ。踏切を塞いじゃいますから。そうすると避難してきた人が踏切を渡ろうと思って避難してきたら、避難できないで、で津波に襲われて死んでしまうという、ことが十分考えられるわけですね。でこれはですね大変な問題なんです。ちょっと名前は言いませんけど、私もね、JR 東日本ですね、東日本旅客鉄道の、これ株主もやってるんですけども、JR 東日本のね、ほかに株主のもやってるね、茅ヶ崎市内の市議の方もね、株主総会で、この JR 東日本に対してね、この線路をなんとかしろと、ね、立体交差作れと、でそうじゃないと、本当に大地震が起きたときに、その踏切で、その人がね避難できなくて死んでしまうじゃないかということをね、申し入れてるわけですよ、毎年のように。でところがですね、その東日本旅客鉄道 の取締役は何と言ってるかっていうと、これはね市との、ね、協力ができてないからできないと、やらないとはっきり言ってるわけです。でこんなのね、別に何党とかね、誰が政治やったとか関係なく、市民の財産をねとか命を守るのが市長の仕事だと私は思いますけど、やってないと、ね、ずっとやってないわけです、これは、ね、でだからこの立体交差をね積極的に作れるように、でなるべくですね市のお金も使わないで、ね、これをやるようにいろんな方法ありますから、でそうやってこの、立体交差 その横断できる場所をですね増やして、万が一、津波とか来たらどうしてもね南側の方が被害を受けたときに、であとね南側だとごちゃごちゃと住宅街で立ってるんで、火事になっても逃げ損なう可能性ありますよね、これ今のままですね。でそういうことに対応していきたいと思います。それから9番目、茅ヶ崎市には堤とか芹沢っていう場所があるんですね。でここはですね未だに市街化調整区域になっていて、最初の目的は、なんていうの、緑を守るとか自然の保全とかいう話だったらしいんですけど、今行ってみると分かるんですが、ほとんどですね、廃棄場みたいな、作業場みたいな使われ方をしていて、だからその市街化調整区域 その規制にかからない、構築物が、無残に立っているというようなね、自然別に全然守られてない状態です。ですからこんな状態でしたら、この地区のこの市街化調整区域を廃止して、茅ヶ崎市に国際的な富裕層が住みたくなるような世界一の住宅街、でこれを建設したいと思います。でそのなぜね世界一の住宅街かというと、これね私もねいつも測ってるんですけど、例えばね茅ヶ崎市で空間放射線量っていうのを測ります。
ね、そうすると、まあ、これこういう機械があるんですけど、よいしょ、こういう機械ありますけども、こういう機械ね、よいしょ、まあ、こういう機械あるんですけどね、これ簡単に測れるんですけど、でこれで測るとですね、茅ヶ崎市内って普段は 0.05 マイクロシーベルトパーナワーですね、1時間あたり 0.05 マイクロシーベルトという、そういうぐらいなんですよ。でところがですね、例えば今でも都内のね、高層ビルとか高層マンションですね、でああいうところの福島側、ね、はこれ持っていくとですね、10倍ぐらいの放射線量です。で特に私のね、友達が、まあ、タワーマンみたいなところに住んでるんで、行ってね、測らせてもらったんですね。でそしたらですね、とんでもない高い値ですね、うん、怖いですよ、はっきり言って。だけど茅ヶ崎は少なくとも僕が測って回ってるんですけど、まあね、0.1 から、まあ、0.05、 普段 0.05 ですね、外で測って、まあ、そういうふうにですね、非常に放射線量が低いわけですね。それから、まあ、そういうだから放射線量が低いところで、まあ、子供を育てたいっていう人は、まあ、いると思います、それはね。それからあと茅ヶ崎市内は天気ですね、雪がめったに降らない、それからその雪が降っても積もらない、めったに積もらないわけですね。でそういうふうに非常に天候にも恵まれているということで、やっぱりね、富裕層はいくらね、その何て言うんですかね、人間の力でその建設ができると言っても、ね、その天気まではコントロールできないですから。ですからそういう意味でですね、世界の富裕層が住むにはですね、ぴったりじゃないかなというふうに思っております。それから、あと10番目、東海道線の辻堂駅と茅ヶ崎駅の間、それから茅ヶ崎駅と平塚駅の間、それから相模線の北茅ヶ崎と香川の駅の間、ここに今駅を新設したいと思っています。で藤沢も新しい駅を作るって言ってやってますけども、やっぱり駅を作っていきたいと思います。でやっぱりですね、今地球温暖化だとね、二酸化炭素排出削減だと言ったら、それやっぱり鉄道の方が燃料効率がずっといいわけですから、だから鉄道輸送を促進するという意味でもうですね、先ほどの相鉄泉の線延伸だけじゃなくて、東海道線の駅を増やしてですね、バスを利用しなくても最寄り駅に簡単に行けると、こういったことを、まあ、実現していきたいと思います。それから11番目ですが、私ね、小学校6年生の時ですね、1968年ですけども、この時にですね、茅ヶ崎の、鶴ヶ台小学校っていうところに、世田谷区の台沢小学校から、まあ、転校してきたんですね。で私は茅ヶ崎市立の鶴ヶ台小学校の第1期の卒業生です。でここでですね、来てびっくりしたのは、世田谷の小学校ではですね、暴力事件なんていうのはまあないですよ、はっきり言って。例えば先生が暴力を振るったり、それからその、まあ、同級生とかから暴力を振るわれるってことは一切なかったんですけど、茅ヶ崎に越してきたらですね、そしたらいきなりですね、教師は暴力振るうし、生徒ね、自分の周りにいる生徒もバンバン暴力振るってきて、まあ、殺されるかと思いました、はっきり言って。で、そういうので、そういうことがあったので、その東京都町田市の桜美林中学校、桜美林高校に、まあ、私は通いましたけれども、で、そういうね、話を、まあ、してます、前から。で、そしたらですね、まあ、ある時まあ、何度も選挙出てますから、いろんなところで選挙喋ってるじゃないですか。で、そしたら、俺はあんたに入れるよっていうおじさんとかね、おばさんがいるわけですよ。で、何ですかって言ったら、いや、今の市長見てみろ、ね、あいついじめっ子で、俺はいじめられたんだ、俺は絶対やつには投票しないとかね、まあ、そういう話ですね。だからまあ、市長からしてね、いや、今の市長じゃないですよ、その前の市長ですけど、前の市長はね、そういうことで、まあ、有名でしたね。それからあと市内に、まあ、中高一貫の、まあ、中高中等学校ですか、これをまあ新設したと思います。でやっぱりこういう教育がね、市内で充実していれば、世界の富裕層もまあやってくるんじゃないかなと思ってます。それからあとですね、市内の高校生、ね、市内在住の高校生のを、まあ、交換留学生としてですね、1学期間、ね、数ヶ月、これ海外にの姉妹都市などね、もしくは、まあ、私が、まあ、市長になったら、インドとも姉妹都市を結びたいと思ってますけれども、そういったところに、1ヶ月間は交換留学で行けるようにという制度を構築したいと思います。で、これをね、言うと、あんた夢物語なんか言うんじゃないと言うかもしれませんが、私ね、筑波大の坂戸高校というところで働いてたんですね。で、そこではね、インドネシアの高校と、交換留学をやってるんです。で、これがですね、お金がほとんどかかんないんです。で、なぜかというと、つまり、筑波大阪戸高校の希望者1人が向こうに行くわけですね。
と同時にインドネシアの高校から、ね、あの日本のその筑波大学坂戸に来るわけです。でそうするとでそのもともと住んでたあの場所があるわけですよね。でそこにこう収まるわけですよ、互いに。で授業料はそのまま払い続けると、つまりインドネシア側は授業料はインドネシアの人が払ってくれて、ね、筑波大の方は、ね、あの日本の親が払ってると、そういう形をするわけですね。でそうするとだから授業料の問題も、それからあの宿舎、住むところの問題も全部解決しちゃうんです。それでですからそういうね交換留学をやっていきたい。であと残るお金はあの金銭的な問題っていうのは、これあの筑波大の場合ですとあの航空料金だけですね。あと小遣い、でも小遣いはほら、まあ、普通に日本にいてもかかるわけですから、まあ、小遣いの問題はあんまり問題ない。であと食事とかそういうのも全部自分のね息子がねあの食べていたものをねインドネシアから来たね、方に食べさせればいいわけですから、別に大して問題ないわけですよね。そういうふうにこうあのやればね、そうすると、まあ、市の負担としてはあの航空料金だけを、まあ、負担すれば、まあ、できるんじゃないかなと。あとはその何て言うんですか、まあ、規則というか協定をちゃんと作ればね。でそれをやることによってやっぱりその国際的な人材というのがあの養成できると思います。で私もね実はあの高校時代に16歳から17歳にかけてちょっとだけねあのアメリカのミシガン州のところに行ってたんですけども、サウスライアンっていうところですけどね、ここに行ってたんですけど、やっぱりねあのなんていうの、 今にして思うとやっぱりそのそういうことをした人間とそうでない人間って、やっぱり例えばその、こう例えばアメリカ人ってすごいんだって私思ってないですからね。でその あんなば、ね、数学はできないバカなやつだなあいつらなとか思ってたわけですよ。でその歴史の授業とかわけわかんないんですけど、言ってもでもなんか数学とか物理とか化学の授業なんて、まあ、ちょろいわけですよね。だからそういうふうにですねお互いわかるじゃないですか、あすごいのとすごくないのがね。だそういうねそのなんていうかな、こう客観的に、ね、見られるっていうのも、まあ、いいかなと。そういうあの子供を育ててね国際人を育てたいなと思います。それから14番目あの今ね、まあ、ウクライナで戦争起きてまして、いろんなことが起こってるわけですが、で誰も言わないのは不思議なことにですね、あの、まあ、日本の、ね、周りの国と仲良くした方がいいわけです。当たり前ですけどね。でそう仲良くするためにはどうしたらいいかというと、まあ、言葉ができないと、まあ、仲良くできないと思うんですね。で、じゃあ言葉って言ったらあのどうなのかというと、今外国語というと、まあ、英語しか、まあ、あの普通教えてないわけですね。高校とか中学とか小学校で、私はこれは間違ってると思うわけですね。でその、まあ、アジアの言葉で、ここではですねあのヒンディー語、それからウルドゥー語、これ同じ言葉ですけど、それからタミール語、それからあのマレー語、インドネシア語、これも同じ言葉ですね、マレー語とインドネシア語ね。それからあと北京語、朝鮮語、ロシア語で、こういったものを市内の、まあ、小中高で学べるように、あ市 あの予算でね先生を呼んできてこういったものを学べるようにすると。でそれによってその何て言うんですかね、まあ、あの相互理解を深めていきたいと。でこれは近隣ですからね、ですから、まあ、万が一ですよ、あの例えば朝鮮やね、あのロシアやあの中国が攻めてきたってですね、言葉できるのとできないじゃ大違いですから ね。だからその言葉できたらね、それはもう例えばね、言葉できないやつは殺されちゃうかもしれないけど、ね、言葉できたらどうにかなるし、どうにでもなるじゃないですか。だからそういう人をね、まあ、育てていきたいなというふうに思います。それから私あのインドに関わり合っておりますので、その茅ヶ崎市内の企業のインド進出、それからインド企業の茅ヶ崎進出を応援していきたいと思います。それからあと、まあ、市民やその地元企業の特許取得ですね。これはなかなか個人でやると難しいんですけども、例えば市にですね、あの、弁理士の免許を持っているような人を、まあ、職員として雇ってですね、で常時その特許出願の相談に応じられるようなね、そういうような体制を組んでいきたいと思います。それからあの、市民の、あの、高学歴化というかね、そういうののために、まあ、修士とか博士の学位をの取得、これを、まあ、応援していきたいと思います。それからあとですね、今、ワクチンの副作用、これ結構たくさんいて、僕の、まあ、本当の親友でもね、親友でですね、もう、その、ワクチン打って、それで、まあ、しばらく経って、2ヶ月ぐらい経ったらですね、いきなり、がんにかかったと宣告されて、それからもう1ヶ月も経たないうちに亡くなったりですね、そういう人が結構いるんですね。ですんで、まあ、そういうワクチンの副作用被害者、これをまあ救済していきたいと思います。それからその今 その COVID-19 ですね、このコロナのパンデミック対策だとして、科学的根拠のない、まあ、ある種の私権制限というのを全面的に撤廃したいと思います。
で例えばマスクね、ここでもマスクしろとかしないとか言ってますけども、まあ、あの何よりですね、まあ、いろんなあの大学の先生とかね、そういう人の研究者の話聞くと、まあ、簡単に言えばですね、窓を開けて扇風機をガンガン回せば、それで仮にですね、あのコロナウイルスがあってもあのウイルスの濃度が下がるんで感染しないと言ってるんですね。で今の例えば茅ヶ崎市内とか日本のね、まあ、もしくは飲食店でもそうですけども、あのなんていうの、ガンガンその扇風機を回すことぐらい、まあ、できるはずですよね。別に大した金もかかんないじゃないですか。毎日マスクをこう新しいのに変えていくっていうお金に比べたら、ね、どうってことないわけですよ。だからそういうふうにね科学的な対応をしていきたい。それからあと、あの地球の温暖化対策だとして、これまたあの科学的根拠のない試験制限とか抗菌支出が行われていますけれども、でこれもですねやめていきたいと思います。で例えばですね、どんなことを言いたいかというと、皆さんパンを食べますね。パンね、食パンとかね、ハンバーガーとかいろいろあります。ホットドッグとか、ね、でああいうのってどうやって作ってるかっていうと、まあ、イースト菌を発酵させて、まあ、作ってふっくらにこうふっくらして、あらこれね柔らかくて美味しいわってこう思うわけですよね。でその、ふっくらするものですけれども、ね、あれじゃあ何がふっくらしてるのかっていうと、イースト菌が発酵して二酸化炭素を排出してるわけですよ。そうすると二酸化炭素出してるじゃないですか。でなんでじゃね、パン食はやめよう、ね、ご飯を食べようって言わないのか、ね、つまりね、あの話、あの二酸化炭素のいろんな話っていうのはほとんどデタラメなわけですね、うん、ですからそういうことをね、やっぱりきちんとねデタラメをやめさせていくということです。それから21番目、あのボランティアの役員で成り立っている茅ヶ崎の鶴ヶ台団地の自治会やね、浜見平の団地の自治会を訴えましたね、茅ヶ崎市がね。前の補助金が適正に利用されてないとかなんとか言ってですね。でも、ね、ここはボランティアでやってるわけですから、ね、でそういうね、自治会を私は敵視はしません。そういうやり方じゃなくて、あの今後はともかくね、今までのことに、かかって不正経理がどうのって言って、例えばある特定の人間がね、自分の懐に入れちゃって何かに使っちゃったっていうのは話はまた別ですけど、そうじゃなくてみんなでね使っちゃったっていうのはある意味しょうがないんじゃないかと思うわけですよ。だからそういうことをね、目くじら立ててね、あのやるという、そういう行政のスタイルは私は取りません。それから22番目、今の茅ヶ崎市内で道の駅とか博物館を作るという話ができてます、出てますね。でこれもね、おかしな話で、例えば、鉄筋コンクリートを、まあ、作るわけですよね。で鉄筋コンクリートっていうのは原料はセメントですよね、非常に簡単に言えば。じゃあセメントっていうのはどうやって作るかっていうと、ね、炭酸カルシウム、ね、炭酸カルシウムを加熱して二酸化炭素を飛ばして酸化カルシウムを作って、それがセメントになってるわけですよ。それがセメントの原料になってるわけですね。でそうすると二酸化炭素を排出してる、つまり鉄筋コンクリートの建物をね、次々と作っていくっていうことは二酸化炭素排出を促進していると何も変わらないわけですよ、ね、だけど誰も言わない、ね、でこれは高校程度 の、ね、あの化学の知識があれば、まあ、分かることなわけですよね。だけど誰もそんなことを言わないで、ね、言ってるわけで、ですから、まあ、経済効果も、ね、全く見込めませんから、だから茅ヶ崎市内に道の駅を作ったり博物館を作るということは即刻やめます。それから茅ヶ崎はですね、幸い海に面しているわけです。で津波が来るとかね、いろいろ問題もありますけれども、海というと海流発電、ね、潮流発電、それから、ね、温度差発電というのができるわけです。でその海のまあ流れがあるっていうのは、まあ、ご存知かどうか知らないですけど、例えばその一番有名なのが黒潮っていうのを聞いたことあると思うんですけども、でかつてですね、江戸時代あの松前船っていうのが、まあ、動いたわけですよ、ずっとね。でそういうふうにこう黒潮に乗っていろんなことやってたわけですよ、昔動力がないからね。で今でもだから茅ヶ崎市のね、こうその海岸とちょっと沖とか行くと、まあ、特定の海流っていうのが流れてるわけです。でそれで発電する、それからあと潮位差発電、これはもう海の満ち引きですね、これで発電する、それからあと海洋温度差発電、これもね難しいことないんですね。で風呂沸かすとですね、風呂沸かすと上の方がね、熱くなって下の方が、まあ、冷たいわけですね、風呂沸かすとね。でということはどうしてかというと、対流が起きてるわけじゃないですか、ね、対流が起きてて、あったかい水は上に行って、ね、で冷たい水は下に行くでしょ。でだから海の中でも同じで、対流が起きてるんですよ、水のね、対流が起きてる。だからこれ使えば発電できるわけですね、たったね、これだけの話です。で別に太陽光パネルだとかなんとかそんなもん設置しなくて、もうこっちの方がよっぽどいいです、ね、でずっと続きますからね。ですから、まあ、茅ヶ崎市内でそういったことをね、せっかくその烏帽子浦とかね、平島とかにもあるわけですから、その辺を使ってですね、こういったことをやって、で、まあ、茅ヶ崎市内の電力需給率を上げると
でと同時にあの原発を反対あの原発を廃炉にしていくということを日本政府に、まあ、要求していきたいと思います。だから24番目として、東京都とか横浜市のようにですね、今の70歳以上の高齢者には公共交通機関の乗り放題パス、まあ、これが提供されているわけです。格安でね、ただじゃないですけど、で茅ヶ崎市内でもじゃあ格安でねあの提供すべきじゃないかなと思います。であの70歳以上だとほら運転免許取り上げ作戦が最近盛んですけど、まあ、あれも変ですけどね、まあ、うちの父なんか90代であの90歳で亡くなる直前まで車を運転してましたけども、あの、まあ、まあ人にもよりますけどもね。で、まあ、なかなかねあの高齢者移動が大変になります。ですからあのこれねあの乗り放題パスをね、まあ、例えば1万円とか2万円で提供、年間ですよ、年間1万円とか2万円払えばねできるって言ったら、そしたらね乗る人も増えるでしょうし、それからねバス会社とか鉄道会社も喜ぶんじゃないかなと思いますので、これはもうこういったものを作っていきたいと思います。でそれからまあこれ直接今回の話とかあの市長選と関係ないかもしれませんが、まあ、あの茅ヶ崎のねあの左巻き系の人もたくさんいるんで言っておきたいのは、私はね増税や年金の減額につながる防衛費の増額にはこれ反対します。で反対しますけども、でもあの効率的な防衛ですね、これあのあれですね、防衛力をね増強するのと防衛費を増加させるっていうのは本当はイコールじゃないわけですよ。で安くやるっていうの誰も言わないんですね。今そのこれから参議院選挙が まさに始まろうとしてます。 ですけれどもあのそういうね防衛力の整備はやめろ、一方は平和なんだって言ってるんです。で一方はねそうじゃないんだって、ね、言ってるんですけど、でそうじゃなくてですね、あのだから安くやると、ね、安くやる、そういうだから軍用のドローン、ね、無人機だとあれ2億円するらしいんですけど、あの民生用のヤマダ電機で売っているドローンだと35万円ぐらいなわけですよ。だからじゃあなんでそんな、ね、差があるんだって言って安くやればいいじゃないですか。でだからそういうふうに、まあ、やっていきたいなと思ってます。それから、26番目、あの私がですねもし当選しましても1期しかやりません。でね、私はねあの私の思想心情の一番大事な点をね言っておきたいのは、あのね、今の日本の政治のね腐敗とかいろんな問題、これはねあの同じあの職種というか公職にね2期以上やるからですね。これあの1期しかできない、憲法でね1期しかできないことにしたらいいんですよね、同じ職は。でそうするとどうなるかっていうと、自分が庶民に戻った時のために政治をするはずなんですね。これは別に思想心情関係ないですよ。自分がね今まで例えば県知事やってた、市長やってたね、参議院議員やってた、衆議院議員やってたと、ね、でだけどあんたね例えば参議院議員の任期6年終わったらもうあんたはもう庶民だ、ね、国会議員はもう二度となれません、ね、あ参議院議員には少なくとも二度となれません、衆議院議員もねやってたら二度となれませんってしたら、ね、自分が庶民に戻った時に、ね、ありがたいと思う政策を取るはずなんですよ。これが私 の理論です。私の政治信条の最大 の大事な点です。ですから申し上げておきます。だから私は市長になったら1期しかやりません。なぜかといったら、その間に私が茅ヶ崎にね、インドから戻ってきて、ね、高齢者になって普通に住むときにね、良い暮らし、私にとって、私庶民、桂秀光が普通に良い暮らしができる街、これを作りたいと思ってるわけです。ですから、あの、そういうふうに、あの、宣言いたします。で、最後に、あの、まあ、茅ヶ崎ではですね、この歴代の、あの、市長がですね、まあ、いい死に方をしてないわけですね。で、その、あの、前市長ですね、あ、服部さんは、あれ、あの、なんか講演しようと思って台の上に上がったところで倒れて亡くなりましたし、その前の添田隆明さんは、ね、やっぱりなんかどっかすごく悪くて、あの、最後はだから市長を辞めてっていうふうになりました。でそういうようなこと、それからあの、まあ、今の市長も昨年の11月頃にあの、まあ、腫瘍に感染して、なんか結構の長い期間、1ヶ月ぐらいですか、休んでましたね。でね、この原因を彼らは気がついてないんですけど、茅ヶ崎市内ってね、あの亀井土建とか言われるところにね、公共事業を出すために政治やってるような人が多くて、ね、新しい建物を作る、ね、新しくするっていうの好きなんですよ。でやってます。で、ね、新しい建物はいいようですけど、実はねシックハウス症候群になる可能性が高いんです。でね、そのことに気がついてないんですね、彼ら不勉強だから。で、あの今の市長も、ね、多分そうですよ、ね、新しい、ね、あのビル、ね、建ったわけですよ、2018年頃ですか。で そのせいでさ、ね、あんなになっちゃってるわけですよ。
ですから、そういうねことが起きないように、ね、つまり、古い建物を大切に使うと、で宿泊症候群にならないようにしていくということに、でその茅ヶ崎の人々の、ね、生命財産を守っていきたいと、以上が、まあ、私が考えた政策および公約であります。あとそこに、あと私の自己紹介とか研究業績とか、ね、それから私の代表的な著作とか、あと学歴とか、あと、まあ、学位、それから職歴などを書いてありますので、ご覧ください。以上でございます。選考でいうと、はい、簡単な選考でいうと専門で専門はですね、まあ、同位体ですね、アイソトープですね、それからだから安定同位体とか放射性同位体ですね、それからもっと大きな目で言うと地球化学ですね、ジェオケミストリーですね、うん、化学、はい、桂さん、はい、今回2回目の挑戦ということで、はい、なんでしょう、その毎回こうチャレンジするその原動力みたいなのが、はい、インドで日頃働いてらっしゃって、うん、それはどういうところになるんですか。いやだからその普通の人がやるべきだと思ってるんです。つまり、政治が良くならないとかね、例えば、まあ、例えば20年前30年前に比べても、例えば消費税ができちゃって負担が増えてるわけですよね、庶民が。でも例えば日銀総裁の答弁見たって分かるようにね、だからその人もね、例えばそのポッとなって、ポッと日銀総裁になってね、庶民だ、例えばどっかの大学のね、裏ぶれたっていう言い方が失礼かどうか分かんないけど、まあ、普通のね、大学の経済学の教員かなんかやってた人がポッと日銀総裁になってね、でもうそのすぐ辞めてまた庶民に戻るという状況だったら今のようなことはしないはずですし、岸田さんもそうですしね、それはあれですよ、別に野党もそうですね、福島みずほもね、市ね、和夫もみんなそうですよ。つまりそのずっとやってるわけですよ、ね、そうそう、仕事になってるわけですね。だからね、そうじゃなくて、だから一期だけやってくださいとね、で誰でもいいから一期やりましょうね、これがねやっぱり一番大事なことじゃないかと思うわけですよ。でそうすればだって自分が庶民に戻った時、いややっぱ消費税はちょっと 10% はいいえと思うでしょ、普通だったらね。で例えば固定資産税だって、いややっぱり安くして、それはね自分がね税金で養ってもらってる方だったら文句言わないけど、ね、払う方だけになったらやっぱ安い方がいいと思いますよ、普通の感覚だったらね。税金は特に払いたいって人いますか、いないでしょ世の中に。だからそこがねやっぱね、どうかしてる、このだからダイナミズムはないわけですね、日本の国内の中にね。だからそので、例えばドナルド・トランプもそうですよね。例えばドナルド・トランプという人、まあ、嫌いな人もたくさんいますけど、まあ、僕はねもうこう近代というか現代の政治家の中では一番まともな人だと思ってるわけですよ。でなぜかというと、ね、戦争をやらなかったわけですよ、ね、まあ、いろんなことを言ってますけど、でも戦争を始めなかったわけですよね。で他のねアメリカの大統領とみんな戦争を始めてるわけじゃないですか。ね、で彼は戦争始めなかった、ね、で反戦とかね、なんだかんだ言ってるけど、誰もね戦争をやるように仕向けてるわけですよ、ね、だからそれでしかも減税もしたわけですね。で私アメリカ科学会 の, 会員でもあるんです、ここにも書いておいたっけ、年に2回以上ねアメリカ渡米してますけども、でもドナルド・トランプのアメリカはねめちゃくちゃ経験良かったですよ。びっくりするような、僕はその、まあ、高校生の頃からアメリカに出入りしてますけど、あんなに景気の良かったことはないですよね。でつまり減税というのはどれぐらいその国を、まあ、なんていうか豊かにするというか庶民を活性化させるかっていうのはやっぱりいつも考えていることです。だからそういうなんていうか、ね、庶民がやると。で私がね例えばそのどっかの政党に乗っかってやったとしたら、それ意味ないじゃないですか。それはだからやらない、そういうのはやらないでこうやってやってるわけです。で前衆議院議員選挙に出たこともありますけど、やっぱりねああいう政党同士の選挙だと埋もれちゃうんですね、個人で。だからじゃあどうしようかって言ったら、まあ、この結構取り上げてくれるわけですよね、首長選挙はね。ですからそれは、まあ、非常にありがたいことなので、ですので、まあ、今後、もう、まあ、やっていきたいと思います。こういう活動をやってですね、で少しはですね、まあ、いわゆるプロフェッショナル、ね、商売政治屋さん
の、ね、ところに、ね、ダメージを与えていきたいと思っています。はい、住所が未定になってますけど、はい、これはなんか直前に戻ってこられて決めるような感じですか。この未定の意味はどういうことですか。いや、未定ですね。だから、はい、だって結局選挙管理委員会に届ける住所っていうのは正確に覚えてないんですけど、申し訳ないけど、でもね、何回かはね、外国の住所であれですよね、これ履行しましたね。あ、そういうこともできる。あ、そう、は住所要件ないです。ないですね。そう、だから住所要件はないからどこでもいいんだけど。そう、普段はどこに住んでる。普段はだから親の実家が、まあ、松林の一丁目にありますけどね。その建物に、まあ、とりあえず、その松林にいますけど、まあ、ただそこは住所ではないですね。台湾はインドにいらっしゃるってこと。コビットがなかったら、うん、ないときはだからあれです、インドにいたり。それからこれ変な話なんですけど、これね、いろんな予算を取ってきて、私をまあそういうふうに給料というか、いろんな、まあ、学費審査代とかそういう形でお金を払ってくれてるんですけど、その時にその、外国から人を呼んでるっていうのは非常に大事なんですね。でどうしてかというと、インドって先ほどもちょっと申しましたけども、首相の月給が6万5千円の国ですから。だから例えば日本でね、変な話ですけど、マクドナルドでアルバイトやってもね、まあ十何万16万とかなるわけですよ。だから海外で働きたいわけですよ、みんな。だけどなかなかね、外国で働ける、まあ、合法的な労働ビザってもらえないわけですよ。でもね、博士の学位、しかも国際的に認められた博士の学位があると、簡単にね、欧米の先進国の労働ビザがもらえるわけですよ。だからみんなね、国際的に認められた博士の学位を取りたいわけです。で、その、じゃあ、国際的に認められた博士の学位を取るためにはっていうと、博士論文の審査をする人の少なくとも4分の1以上が、先進国で博士の学位を取ってきたような人とか、先進国の人がそこでやるということが、まあ、なんていうの、まあ、規定になってるわけです。で、それで私が、まあ、そういう仕事が、まあ、65歳でもありつけるということでございます。これはその大学との契約になるのか、審査する人。そうですね、向こうがそうです、契約。1年契約みたいな。いや、そうじゃないです。だからそうじゃなくて、審査ごとです。あ、審査ごとか。そうです、審査ごとです。どれぐらいあるんですか、審査。その、いや、毎週やってますよ。まあ、その具体的にはだからあれですけど、だから書類はだからめちゃくちゃですよね、そういうの。ただお金は払ってくれるんで、まあ、別に僕にとって。それからあと旅費とかも、あと旅費は2種類あって、でその例えばですね、そのいろんな大学で頼まれるわけですよね。でそうするとその、まあ極論するとですね、そのコインバトゥールっていう、その名刺に、私の名刺に書いてありますけども、そのあれどこに、あ、これだ、ここに書いてありますけど、うん、そうですね。それでその英語の方の名刺見てもらうとですね、そこにバラシアユニバーシティっていうふうに、まあ、書いてあるんですね。バラディア、そこの一番最後のインド、タミリヌダ州バラディア大学博士学位審査員とかね、これね、同じ町なんですよ、コインバトゥールの ね。だから、まあ、極論すればですよ、歩いても行けますよ、このなんていうんですか、コインバトゥールインスティチュートオブテクノロジーからね。このだけど、ね、予算の関係があるわけですよ。でね、この人外国から来たっていうと、外国から来た予算を取ってるわけですよ、ね。そうするとさ、ね、外国から来てもらわないと、ほら、いわゆるカラシッチョになっちゃうじゃないですか、ね。だから、ね、あれですよ、一旦さ、インドの外へ出て歩いて行けるところでもさ、それでバラディア大学 の、ね、その学位審査員として来てくださいってことになるって、そういう仕事ですね。これ職業で、ね、あんまり登場しない職業なので、うん、いやだから日本では大学の先生が、うん、普通にやってるんですけど、ただ そこにはやっぱりだから学位審査会っていうものがあるわけですよ。いや、それは日本の大学でもあります、学位審査会っていうのは。でそこのだから委員長っていうのは、とか議長っていうのは、それはまあ仕事としてはあるわけですよ、ちゃんと。日本のでもありますよ、もちろん。ただその普通はそうじゃなくて、なんとか大学教授って言ってるじゃないですか、うん、でもそれはだから日本の、
うん、まあそういうことです。だからそれはまあしょうがないです。大学、まあただインドの大学に勤務してるっていうことではないんだね。だからいやだから学位審査員ですよね。博士学位審査員っていう。のそのだからあのうんそうですね学位審査員でその中のだからまあ議長をやってるということですね。でだからそれはだから一応あの英語で言うとだからスピーカーって言うんですね。あの英語でこれ書いてある。でスピーカーっていうのは例えばあの今最近話題 の細田さんっていう衆議院議長がいるじゃないですか。であの人 の英文のホームページを見るとですね衆議院議員のね衆議院そうするとまあスピーカーってちゃんと肩書き書いてありますから。あとは例えばペロシっていう、まあ、下院議長っていうのはアメリカにいるみたいですけどあの人のだからあれは、まあ、日本の新聞社はあの下院議長って盛んに言ってますけどあれって英文で言ったらスピーカーって言うんですね。で知らないですよそれ普通の人だけどまあそういうことでスピーカーってこいつ何言ってんだって思うかもしれないけど、まあ、それはまあそういうもんですね。だからまあ英語の、まあ、地位の言葉っていうのはまあ日本と違うってことです。日本での職業というのは東京海洋大学博士研究員が最後、そうですね、はい、でもその期間とダブりながら他のアメリカのあこれなんだラクイダブってないじゃん。違うんだこれ普通の民間会社かごめんなさい米国って書いてる、うん、はい東京海洋大学終わってからこのクアラルンプール大学講師に行って、はいはいはい、っていう話なんですよね。そうです、はい、これはなんかまあそれまでどういう経緯でその国内 の大学からこう海外に。いやだから安倍首相がちょうどこの時期ね、はい、安倍首相が、はい、あの首相になった時 で、はい、私それまでだから10億円の研究費もらって研究できるはずだったわけですよ。でところがあの政権が終わって安倍さんになったら、うんね、そしたらあの、まあ、勝手にさ環境問題となんていうの防衛問題は関係ないとは安倍さんの頭で考えたんじゃないですか、うん、でだけどあのだからその何環境問題なんかやる学者はの予算は削れってことになったわけですよ。それで、まあ、あの研究費がなくなったわけですね。でそれでそのそうこうしてるうちにだから私あのそのこのね、この英文の論文のね、この30ページ見てもらいますと、ね、ここにあの、あ、30ページか。そうそう、30ページね。30ページに、ね、この、なんか左上に、このオカメ系、オカメ J、ケノ J って、これ日本語であの、コモンカスベって、これ魚ですけどね。これね。これね。で、これのメスのコモンカスベっていうのに、放射性ね、同位体の、分離というか特定の放射性同位体を、ね、濃縮するあの作用があるということを見つけたんですね。あの東京海洋大で勤めてでそのせいでそれがまあ伝わっていてそれであのなんていうんですか世界中で、ねあのまあ、来てくれっていう話が、まあ、起こったわけですよ。それでその皆さんご存知のようにあの高速遠心分離機でがあってなんか何ですかあのイランが何だろう核兵器を作ってるとかねそういう話あるじゃないですか。でそれと同じようにだけどことがつまり高速遠心分離機がなくてもこのねこのねこのオカメジェイオカメジェイケノジェイね学名ね日本語で言えばコモンカスベねこれをねこれをうまく使えばできるかもしれないとこれでだから別に仕事が来るようになったから別に良かったわけですよね。そうです向こう呼ばれたわけですよ。でそれからまあ各地そうですだからこれは他にもだからいろいろやってますけどだけど仕事ね例えばあの何だっけ OPCW の仕事とかもやってますけどだけどあのだからそういう何ていうんですかこうこの査読論文査読の英語論文っていうのはそういうふうにですね何ていうのかな非常に私を助けてくれたと、うん、そういうことですね。心配です私はありません。はい、もともと何がやりたかったんですか。今の職業で大学の先生になった。いやというかだからあれですあの
大学の先生というか、うん、まあ教員を やろうとやっていたんですけども、うん、まあやっぱりあれですよね、まあ紆余曲折があってね、うん、それでまあ結局ある時その、まあ、ちょうど2003年ですか、2003年頃だったと思うんですけど、まあ、田中浩一さんというあのノーベル賞学者がいるじゃないですか。で、あの方がまあノーベル賞を取った時に、そのどんな、どうして取れたのかな、あの方は大学の先生じゃないじゃないですか。で、どうして取れたのかなっていうのを調べていったら、ラピッドコミュニケーションインマススペクトメトリーというですね、まあ、学術雑誌に、これかっこいいんですけど、生涯にたった1本、ね、しかも3ページの英語の、ね、論文を書いたわけですよ、彼は、ね。で、その3ページの論文を見ると、2ページ弱は図と表なんですよ。ね、でということはですね、だから、まあ、英文の本当の論文っていうのは1ページぐらいしかないわけですね。ね、で、あ、これでこんなことでノーベル賞が取れるんだったら、ね、俺も取れるだろうなと思ったわけですね。うん、それでだから、まあ、今のような方針になったわけです、うん、まだ取ってないですけどね。でもまあまあ分かんないですよ。そこは夢ではあるね。で、政治家は、うん、その障害を取り除くために必要だって考えたいや、というかだからこの茅ヶ崎のね、この政治が非常に腐敗してるわけですよね、うん、で、そのやっぱりね、その税金も増えていくわけじゃないですか、どんどんね、増えていくわけですよ、ね、で、ろくなことないですよね。だからそのでもう茅ヶ崎の職員というのはまあひどい職員、ひどいしね。で、喋ってもね、なんか話すにね耐えないような人ばっかですよね。で、例えばこういうことやってくださいって言うじゃないですか。で、そしたら僕も昔ね、法務省にも勤めてたことあるんで、法務省勤めてた時にね、言われたのはね、ね、公務員が相手に何か要求するときは法的根拠をちゃんと言えないとダメだと。ね、そうじゃないと大変なことになると、ね、でもしね、その法的根拠を覚えてられなかったら、ね、紙に書いて、ね、それでちゃんとねポケットにしまってそれを読み上げなきゃいけないと私は言われたんです。これをやらなかったら、ね、即刻ね公務員職権乱用罪で、ね、クビになるかもしれないし刑務所に入るかもしれないぞって言われたんですよ。でそういう教育を受けたんですね。だけど茅ヶ崎の公務員って全くそういう危機意識がないわけですよね。で、なんか聞くじゃないですか、当たり前ですよね、なんかやれって言ったら、いや、じゃあ法的根拠はって言って、例えばね、何々法の何条で、ちょっと待ってくださいって言って、もう出してくるなら分かりますよ。そういう、なんていうの、対応さえする気がないというか、そういう習慣さえないっていうのは、これそもそもおかしいんじゃないかと思ってるわけですよ。だからこれをもう叩き直したいと思ってるわけですね。うん、どこに勤めたんですか。小田原少年院ですね。そこに書いてありますよね。小田原少年院法務教官。はい。あれなんですね、こういろんなこう科学的根拠とかいろんなことに基づかない、まあ、今回コロナ禍の施策とかも売られた、うん、そういうのについても非常に嫌なんですね。あ、嫌ですよ。嫌ですよ。だからだって科学的根拠、法的とか科学的じゃないとね、おかしいじゃないですか、それって。うん、だから僕はおかしいと思いますよ。だから そうじゃないところにお金使うって言ったら税金使ってるわけで、我々の金使ってるのと同じですよね。それに対してだからきちんとしたお金の使い方を してもらうような人に、私は何党でもいいからね、そういう人に、なんていうの、例えば参議院議員や衆議院議員になってもらいたいと思うわけですよ、ね。だけどさ、誰もね、いや私がなんていうの、こう政治家になったら減税しますって言わないよね、ほとんど。令和新選組だけですよね、あれ言ってんの、ね、今あの考えがいいか悪いかは別にしてね、減税すると、ね、消費税廃止しますって、他の政党がなぜ言わないのかも不思議な、今頃になって社民党とかさ、共産党も、ね、言って、いや、もっと前から言ってくれってね、減税しますって、消費税やめますって、そしたらね、結構なんか入るんじゃないかと思うわけですよ。だけどさ、なんか知らないけど、何言ってるかよく分かんないようなさ、政策言わないでくださいって、私はだから分かりやすいことしか言わないし、だから僕はもうだからともかくもう70歳になってね、その仕事しないでですね、もうあとはだからまあ仕事するとしてもだから今の仕事の続きだからそのね、どっか国際的に学位審査員やってくれって言ったらやるっていうね。で、これはね、お金に換えられないね、魅力のある仕事なんですね。でね、例えばね、どんなことかっていうと、例えばね、まあ、せっかくマスメディアの方がいらっしゃるんで申し上げるとね、皆さんね、北朝鮮っていうのはね、まあ飢餓でね、大変なんだ、
ね、食糧危機なんだ、キム・ジョンウンはとんでもないやつだみたいなね話っていうのはそこらにこう結構載ってるわけですよ。でところがですね、面白い論文を読んだことがあって、でこれはねどういう論文かというとね、まずね、その朝鮮半島を見ると、ね、韓国と、ね、それからその北朝鮮、北朝鮮は韓国の大体ね面積は2倍なんだ、ね、大体2倍で、人口はね韓国の方がね北朝鮮の倍なんだ、大体ですよ、ね、細かいね、大体でね、まあ大体です、大体の話、大雑把な。でところはですね、じゃあその衛星からね赤外線でこう探査するわけですよ、ね、そうするとねこう作物がどれぐらいできているかって大体わかるわけです。で北朝鮮側に行って調べるわけにはいかないけれども、韓国側は調べられる、つまりこういう状態になったらこれぐらいの、ね、米ができるとか、ね、小麦ができるとかね、そういうようなことが、まあ、作物ができるっていうことが、まあ、分かるわけですね。でそれで比較するとね、北朝鮮側を衛星で捉えてみるとね、面積も倍だしね、結構食料はできてるんだ、ね、つまりその北朝鮮側ね、あの食料危機だっていうのはね、これは単なるプロパガンダで嘘なんだっていう論文とかね、例えばね、そういうのを読めるわけですよ。だから面白いじゃないですか、そっちの方が。マスコミはまたデタラメ書いてるなと思って。ね。だからそういうふうにですね、そこはそれだけでも他にもいっぱいありますけど、だそういう、こう、論文が読めるっていう、ね。それはね、特に最新の、つまり世に出てない、査読前のものとか、そういうのみんな読めるわけですよ。で、そしたら、ね、その、誰かがなんか偉そうに言ってても、ああ、いつはこういう論文も読んでないんで、あんなバカなこと言ってるなって思うじゃないですか、ね。これはやっぱり楽しいですよね、はっきり言ってね。だからそれはそれでね、お金には大してならないですけど、あ、もう時間ですか。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。はい、どうも。はい。もう十分